青年の部 400m 競走の決勝です。出場選手第5レーン3070番杉町くん、日本フェルネス。以上、男子青年の部 400m 競走決勝です。青山、青山。男子青年の部 400m 競走です。さあ、日本フェルネスの杉町くんは昨日 400m ハードルでも50秒3平の記録。さあ、この杉町くん、リオオリンピックのブラジル代表 400m ハードルでのブラジル代表。さあ、大きなストライドで第4コーナーを回り、ホームストレート。速報タイム。